ああ、でも本当、だから、それこそ、あれ、お笑いの人間も、俺、あの日ね、27時間ってすっかり忘れてて、俺、サンジャポの打ち合わせして、うん、はい、それだけで終わりかなと思ってたのよ。そしたら、あれちょっと待てよ、つって、うん、27、で、あ、今日27時間だ、って、うん、ことになって、うん、うわー、つって、ちょっとこう、あの、なんていうの、うん、あんまり騒ぐ気分じゃねえなと思って。あ、そうなんですか。うん。それであれか。そう。そう。そんな時あるんだね。なんかさすがに俺もちょっと、うん、ああ、そうか。原稿やってたし。はいはいはい、うわぁ、これ夜中27時間かって、つながりでサンジャポかと思ったら、ちょっとあんま騒ぐ気分じゃねえなぁ、つって気分上がんねえなぁと思って。うん、で、なんか、そういう CX 入ってさ、うんうん、だからどうしよう、なんかこう、うん、パッとこう、ね、うん、そういう風になれないかなと思って。自分を奮い立たせるみたいな、うん、テンション上げるみたいな。ピエロのメイクしようと思って。な、ちょっと待ってください。ああじゃねえんだよ、ね。あ、なるほど、これでいいやっていうのがよくわかんないですけど、ピエロのメイクしよう。ピエロのメイクすりゃ、心は泣いてても、顔は笑ってるじゃん。いやいや、涙あるじゃん。そうそう。だからそこで表現したの、これを。ちょっと涙をね、そこは表現したの。それはね。本当は悲しいんだよ、みたいなことで。今、表現しなくてもいいし、別に。いやいや、そうなんで、いつもね、メイク室行って、うん、メイクさん、言うじゃん。うん、いつも俺は、うん、頭だけちょっとやってもらえるって言うんだね、顔は乗らないから。うん、頭やってもらって、頭、ブラッド・ピットにしてください。うんうん、毎回ね。毎回の、あれで、もうどこの曲行っても、はいはい。はいはい、ってやられるんだけど。うんうん、で、この間言った、うんうん、頭ブラッド・ピットで顔ピエロ。顔ピエロ。あ、顔ピエロね。はい、わかりました。顔ピエロですね。わかりました。ブラッド・ピットにピエロですね。なんて言われて。うん、で、頭やってもらって、ああ顔にさ、茶色いの塗り始めたから、ああいやいや、ちょっと待って、ああ違うんだよ、ピエロだよ、ピエロ、ああつって。ああピエロ、はいはいはい、わかりました、はい、つってまた塗るんだよ。ああ全然信用してくれない。信用しない、ね。おっさんのギャグだと思ってるね。冗談だと思ってピエロは白でしょ、ええええ、白くなったああえ、本当にピエロなのそうですよね。ピエロって言ったらピエロなの、ええうんえ、ちょっと待ってください。聞いてな、ないですよ。うんうん、ああいうの大抵ほら。うん。大体ね、もう、メイク決まってるから、こう番組で、こう、うん、この人はこういうメイクですからね。うん、そうそう聞いてないですけど、うん、聞いてないと、俺決めたんだから、今。うんうん、思いつきだから、って、うん。いや、でも、大丈夫ですか、うん、って言ったら、大丈夫だよ、って、うん。で、上のメイクさんのところに、うんうん、言ってさ。なんかピエロって言ってるんですけど。太田さん、ピエロにしろ、って。うん言ってます。え？嘘嘘。嘘だ。普通に。ちょっとまた普通に。ピエロだろ。ピエロ信じてくれ。いやまあまあね狼少年で言ってみればそうだよ。本当にピエロにするんですか。ピエロにしてよ。で俺が全部書いて、うん、黒いので縁取りとか顔とかね、はい、涙とか。うんこれでやって、うん、分かりました、うん、ピエロ、うん、知ってた、うん、ほいでこれいいだろうこれ受けたろうなと思って、うん、ほいでしたら隣にさ誰だっけな小杉だ、うん、ブラマイの小杉が、ね、小杉が来て、うん、で俺の隣にさ、うん、おはようございますって普通に座ったんだよ、うん、うん、つって、うん、俺ピエロだよ小杉普通にメイクしたお前なんだよ、頭なんかやる必要ねえだろ、と思って、うんうんうん、何言ってまんねん、これが大事なんですね。うんうん、普通の会話してて、はいはいはい。ところでさ、俺のピエロに何も。いやいや、それは分かってますよ、ピエロだったら言うの。それなんかやるんだろうなと思ったね。俺びっくりした。俺は、普通の俺、ピエロだって気づかれてないのかと思った。そんなことありませんから。気づいてるけど、やっぱほら、テレビ局のメイク室でお笑いの人がなんか変なメイクしてても、まあ、不思議な図ではないわけですよ、言ってみりゃ。よくあることだよね。あ、こうなんかコント、なんか撮影があるんだろうな、ぐらいのことだったんでしょうね。同じ場所に出るんだけどね。ピエロ。うん、たら、ウドちゃんが来て、うん、あ、おーおーおーよしよし、受けた受けた。
あんまり、でも、うどちゃんのリアクション参考になんないよ、一般の人と違うからね。そう。で、ちょうど、そこそネプチューンだクリームもいたからさ、で、俺、あの、楽屋でさ、あの、クリームと、名倉と3人で。名倉と上田とな。そう、4人で、なんかいたのね。うんうん、で、いやーもうしんどいわ、みたいな。で、ほら、ジュンがね、そう言ってて。ジュンはだってあの日、ネプリーグを。ネプリーグやってて。うん。ちょっと帰って。そう、4時間ぐらい空いて。うん。だったから、そうそう、相当きそうだった。うん。で、まあ、クリームもさ、あの、まあ忙しいだし、上田もまあ、ゴーイング終わってでしょ、生終わってだから。まあ結構みんな、まあ、ね、それっても40半ばですよ、そろそろね。はぁ、みたいな感じで言ってさ。で、ジュンがさ、もう、今日はもう笑っとええやろみたいな感じだったんですよ。いや、言ってたね。有田が、ジュンさん、ちょっとテンション低くないですか、さすがに、みたいな言って。いや、もう、こんなことおるやん。もうみんなおるやん、もうこんな。だもう今日笑っとれええやろ。それだけでええやろ。有田に、そうそう、あとで有田に、後にばらされるやつを俺聞いてて。で、俺はさ、お前がさ、ピエロのメイクしみたいを知ってっからさ、こいつらのこのテンションと違うすぎるんだけどさ、これどうしようかなと思ったけど、上田がさ、あれピーちゃんはとか言って、うん、今ね、あいつ、ピエロのメイクしみたいよ。マジかマジかいや、ちょっと待てと。そしたら、ジュンも、いや、ちょっと。だから、もう、ジュンはもう、もういいや、もうたくさんいるしって、こうね。ただ、ね、太田さんがなんかやるってなったら、自分たちも突っ込む側にも行かなきゃいけないみたいなのもあるし、そんなね、先輩が一応ね、そんな張り切っちゃってるのに、ね、そんな状況でいられないから。悲しみを表現して。なんで悲しみ表現これはやばいってことに、こっちではこっちになってたんですよ。で、まだ、でもお前いなかったから、で、で、帰ってね。で、お父さんも帰ってきて。で、そこに来たんだよね。その人たちがね。クリームと、あ、上田と純とね。うん、うん。うちの楽屋にね。いい加減にしろ。怒られてたよね。いい加減にしろってね。若手じゃねえ。だってさ、俺ピエロの、だってしょうがないじゃん。でも、一応涙は書いたんだよ。涙だ。あれ、こだわってておじさんだけだからね。別に、一応涙書いたからどうって話じゃないからな。まあ、でもちょっとこれは。で、その後ね、上がっていくときにね、うんうん、あ、で、モニター見てたら、たけしさんと岡村が、牛のメイクしてたんだよ。うん、そうそうそう。あ、うん、牛やっちゃってんだ。ちょっと被っちゃったかなと思ったけど、うん、まあ、いいやと思って、上がってって、うん、したら、ちょうど岡村が、うん、中継から降りてきて、ジュース飲みながら、うん、来たのね。うん、で俺と、白塗り同士でね、ピロと牛が、ね。岡村、ジュース吹き出したから。悪いな、お前牛だろ、うん、俺人間だからさ、ジャンル違うからいいよな、みたいな。そういう問題でもねえし。いや、すごかったな。したら今度あれだもんね、鶴瓶師匠は全身銀だからね。そうそう。どうぞ、みたいな。どうぞ。ひどかったな、しかし。ね、ああいうのね、やっぱりね、うん、好きだね。あれ、だからみんな好きなんですよ。うん、で、俺、それの前に。あれやるとね、悲しい気持ちも吹っ飛ぶんですよ。うん、いや、悲しい気持ちが悪い。悲しい。いや、あれやってると、ね、別の自分になれた。まあまあね、そういうのあるでしょ。特にお話しだと多いですよ。そうそうそう。そうよね。そういうのある。うん。たけしさんもその前のね、フライングボンバーもそうでしょ、きっと。フライングボンバー、うん、ゴールデンボンバーですね。ゴールデンボンバー。はいはいはい、うん、なんでフライングだったか分かんないけど、ゴールデンボンバーね。まあね、ダルビッシュね、うん、そうですよ、うん、で、その日のその前、うん